バシッと見通します。では頼んだ、気高き預言者。はい、任せてください。我が盟友毛利元就も主の参戦を爽やかな笑顔で喜んでいた。近くを通ったら寄ってやれ。綺麗な人です。行きますよ。それ、はあ、見えない。そうよ、そうなの。なんて綺麗で残酷な人。ピュアの海から一をそっと引きずり出すのね。あの甘くて優しい暗闇の夢から、あなた、まんまる？まんまるなの？怖かった。やめて、こっちの居場所を奪わないで。俺たちの大御殿は死なねえよ。遠ざかるの、近づくの、離れるの、捕まえるの、死んでゆくの、諦めるの、限りあるの、夢を見るの。
り燃える。やめて。ねえ蘭丸、みんなはどこに行ったの？怖いです。逃げなきゃ。お覚悟です。寂しいね。父がそばにいてあげる。暗い目を見たら気を失っちまって。希望者が多いの。護身術はズバンと習ってきました。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。Thank you.
早く立ってお市様。だって俺らは魔王軍。行きますよ。お覚悟です。小心一気消沈。ダメって。
きましょうか。クルラインまん丸のみんなも、あの時の雨はまだ降り続いているのね。燃え盛り、あの赤い月が欠けないの。よしさ、誰もいない。一は一人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 ぼっちなんですか？みんな死んじゃったんですか？いないの。そうだったんですか。同じなんですね。大丈夫ですよ。これからは私が一緒にいますからね。だから寂しくなんかないですよ。知らない人。おいちちゃんって呼んでもいいですか？私のことはお姉さんって呼んでもいいですよ。白い鳥さん、いちのそばで歌ってね。私の船の皆さん、出航ですよ。姉よ、響け。我らは誇り高き最下衆。
お前はこの後我らの強さを知るだろう。どういう見送り方だ。我ら流の艦隊は気に食わない。伊予河野から私がやってきましたよ。命がいらないなら触れると。行きますよ。お覚悟です。はい、私の敵方の上か。認めよう、それが真実だ。無数の我ら相手にどこまで立ち向かえる。行きますよ。お前は何人目の我らを前に屈する。行きますよ。姫御瀬が幸せであればそれでいいんです。また尻餅ついてる。お前の時代の寵児と。妥協はしないと認めよう。良い回答だ。お断りだ。我らは感情では動かない。ああ来い、バシッとバシッとですよ。行きますよ。忠告しよう、一点突破など最後の手段。事前情報に誤りがあったか。弾が尽きたら引け。それまでは任せた。了解。銃と刃どちらが上かは分かるだろう。予言はここですよ。はい、一列に並んで。
ヤメを放置することは我らのはずだ。おまじないをした甲斐ありです。死を恐れるな。我らが恐れるのは心の死だ。はっ。ああ、こんなところに隠れてやがった。うわっ、用があるなら並んでください。よいしょ。しまった、我々は戦の作法をまるで知らない。所属する軍が異なった。それだけのことだ。主砲が一印、挑戦は不可能と見ます。拙者の嫁はどなたか見通してくだされ。外の者は決起盛んじゃな。これより予備戦力を投入する。立派なおひげ、すごい貫禄です。いきますよ。桃瀬なんてひとっ飛び。この強さ、それだけでは何の価値もないぞ。完璧です。正義があるとすれば生き残ったか。後ろに我ら、横にも我ら、お前は複数だ。はっ。兵力損害、警備、展開を続行する。お前は死を恐れるか。痛みを、屈辱を恐れるか。切ってみろ。我らは何も恐れない。我らは誇り高き最下衆。これが我らの生き様だ。短気はよせ。カンナギの名が泣いてもいいのか。姉様、どうしてダメなんですか。では力で下回せてみるか。お前はなぜ大谷に使われている。何言ってるんですか。石田軍の義の心に共感したんです。大谷をどう見た。よくわかりませんけど、いい人っぽいです。どれ、花丸をつけてあげようかな。では、それを信じることだ。そしてできれば、痛い目を見る。今日はなんだか
負ける気がしません。お覚悟です。行きますよ。わかるか。お前は我らの導火線を灯した。よっしゃ。残念だが、お前の望む結末は訪れない。の心か。事情は分かった。我らから言えることはただ一つ。この先覚悟を持って進めということだ。あの、どういうことでしょうか。おだてられ調子に乗る人間は愚かだ。姫、お前はそうなるな。孫一姉様は何を言いたかったのでしょう。なんだか不安です。疲れたけど元気を出さなきゃいけませんね。そうです、あの方のことを見てみましょう。あれれ、おかしいですね。いろんな糸がごちゃごちゃしていて、なのに空っぽです。これが俺の世界、砂と風の無限郷だ。この砂が俺を隠す。お前の負けだ。一戦一夜迷い続けな。この砂嵐、敵味方すら把握できませぬ。ならそろそろ見させてもらうさ。刺激開始。逃すことまかりならぬ。よし、私が見つけます。おお、この
の調子で占拠しましょうぞ。なんと思い通りにいかぬことか。いい目だな、その迷いのない目が。おい、戦場にお嬢ちゃんが混じってるぞ。日記録に記しておきますね。こんな時はそう、逃避行だ。うちの姫御ではな、好き嫌いがないんじゃ。忠義ならば城元の誰にも劣らぬ。せめて拙者もあの半分は貢献すれば。擦り傷だけど、手当ては早めにです。命令はまだか。主に撤退の やれやれ、払う梅雨も残っておりませるか。お仕置きの嵐よ。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。正解のない詰め子だ。ああ、うつつか者ですが、お相手お願いします。来るがよい、必ずや生きて帰る。だろ、あんなの防げねえよ。まばたきの末が欲しい。いいじゃねえか、さっさと夢に迷いな。どこぞへと避難してくだされ。行くぞ、敵軍に報いる一矢となるまで。もう我慢できねえ、逆襲のお時間だ。うわあ、俺たち孤立無援。Thank you.
勝者の正義ならためらう必要はねえだろ。さあ来い、バシッとバシッとですよ。黙ってろ、砂を食いたくなければ。砂と風の向かうを越えて、ありきたりに取られようとは不甲斐なし。落ち着け、戦前の誓いを思い出すの。孤独の波か。いいさ、砂と孤独の夢に戻るだけだ。モトセ、ヨトセ、ドーンと来い。なんならナユタの先まで見通しますよ。さすがに無理でした。守備ようか。まあな。長祖壁の件はどうした。案ずることはない、全てが順調よ。こちらはそうよな、主流に言えば良い駒が揃い踏みだ。カンナギ、大御殿、蔵の主、再会の鬼も合わせれば、主と立派に将棋もできよう。とんだ暴れ駒よ。制御にはせいぜい気をつけることだな。気をつけるといえば、ヒンゴのそばのあれは一体何者だ。あれは今に滅びを招くぞ。我らにとって決定的な滅びを。見えぬ未来に怯えるとは貴様らしくもない。ではまた。主にブーンを。